はい、どうもです。今日も、ここ、この、このセブンイレブンで、このセブンイレブンで、弁当を買ってきました。弁当を買ってきました。今、この外の様子ですね。まあ、今から、この、レンゲ畑を見ながら、ご飯食べようかなと思っております。で、これが、今日ですね。おーい、お茶と。向こうのお菓子はね、家から持ってきました。 この多いお茶と、これですね。ちょっと、両手でやんなくちゃいけないので。ああ、今ね、これね、取り出すのね、すごい。暑かったですわ。これです。この、おかかたっぷり、明太のり弁当。まあ、私は、 まあちょくちょくセブンイレブンって弁当買いますけどね。まあ日替わりでセブンイレブンの弁当を全て制覇してみようかなと思っております。何種類ぐらいあるんだろう ?50 種類ぐらい ?50 種類以上ありそうな気がするんですけれどもね。まあそれらを一つ一つ、あの、やっていこうかなと。食べていこうかなと。で、本来ならね、あの、食べながらレビューしてもいいんですけれどもね。 まあ、そこまでいいかなと。まあ、そのうち、いえ、やるかもしれませんけれどもね。ちょっと片手じゃ危ないので、ちょっと両手に変えます。はい、開封しました。じゃこれが、明太ですね。明太子に、海苔に、ご飯ですね。これがなんだ魚でしょうな。白身魚のフライでしょうな。それにタラタラソースと。 あと、こっちが、コロッケコロッケのような、メンチカツのような。多分ね、コロッケじゃないのかな、と思います。はい、コロ、ああ、そうですね。やっぱしコロッケですね、これ。んで、卵焼きに、卵巻きまあ、卵焼きに、焼きそばですね。これは何だこれはちくわか。 ちくわに何か、何か、え体の知れないものが、まぶしてあります。で、何やら、何やら、こういう、こういうちょっと惣菜ですね。に、マカロリなんだこれなんか、え、え、えの知れないものが入っております。はい。こんな感じの、本日の昼飯です。じゃあ、今から、 これらを食らっていこうかなと思います。では、この動画はこれで終わります。じゃあ、ご飯を食べて本日も頑張っていきましょう。ご安全にいってらっしゃい。